はい、どうもむくみゆです。だいぶお久しぶりになります。クライシスコアファイナルファンタジー7リユニオンをですね、超久しぶり再開したいと思います。そしてこの録画を撮っている時、一つミスがありまして、私の声が一つも入っておりませんでした。ということで今回はアテレコで私が声を入れさせていただいております。ちょっとね、だいぶ間が空いてしまって、モンハンのアップであったり、スプラの、バイトチームコンテストバチコンというね、初めてのなんか催し物があったりとかいろいろあって、ちょっとクライシスコアがずっと止まってたんですけど、ちょっとやっと再開しました。でちょっと再開したんで、今までね、あのミッションとかも結構録画入れてたんですけど、ちょっと今回からミッション系はちょっと飛ばして、ストーリー進める部分を、軸に進めていきたいと思っております。今ちょっとね、まあ、確認してますね、どんぐらいいったかなみたいなはい、まあちょっと先に進もうということで、教会でね、エアリスが待っているんで、エアリスの元に行きたいと思います。はい、というわけで教会についてね、エアリスが待ってるんで、一旦ちょっとセーブをして、よし、エアリス待たせたな、だいぶ待たせたな。お仕事もう終わったの？いや、これから大事な任務でミッドガルを離れることになった。いつ戻る？わからん。そっか、電話してもいい？もちろん、もちろん。仕事だってヒュンと終わらせてすぐ帰ってくる。エアリスはダメだな。ねえ、今からだね。すぐ帰る。え、何を？まずはスラム、お花でいっぱい。そうだな、先にねこれやっとかないと、次いつ会えるかわかんないからな。うん、可愛くていい感じね。可愛い。みんな買ってくれるかな。このお花ワゴンってなんかいくつか作れるっぽかったですね。私なんか1個しか作ってなかったんですけど。いやいや、きっと来るって。もう少しすればお客さんいっぱい。やっぱりワゴン可愛くないからかな。あ、お客さん。ねえねえ、そこのあんた、まあ、ここのスラムでね、花を売るのって難しいよね。生活に不必要なものだしね。エアリス、ゴギルに負けてくれたら買うって。どっちかっていうと裕福層に売れそうだよね。ここで折れちゃダメだ。7ギルで交渉してくる。強気で行こう。7ギルで交渉してくる。お客さん行っちゃうよ。ああ、いない、みたいなエアリス、ごめん。どうして謝るの？私すごく楽しい。楽しそう。あ、ほらザックス、またお客さん。ツオさん、彼女のことは心配するな。監視任務には危険要因からの保護も含まれて、まあ、ずーっと見守ってたよね、ゾンさんも。あんたしか頼めるやつがいなくてさおい、なんで笑うんだよ。頼んだからな。この人本当は悪い人じゃないよね、ゾンさん。FF7 の初代の FF7 だとさ、完全に悪者として出てくるんだけどゾンさん、帰ってきたんだな。悪者っていうのかな、かちょっと違うか。セフィロスさんはまだだ。どうする、このままここで待つのか。引き返せない。
もう心残りはない。さっさと任務を終わらせて帰ってくる。そん時またな。あ、またな。オークラウド、どうした？同行予定のメンバーがまだ揃わなくて。急いでるんだから早く。はいはい。ってクラウド、また一緒か。よろしくね。よろしく。待っててくれ、すぐ呼んでくる。純粋なクラウドくんだ。まだなよなよっちの純粋なクラウドくんだね。FF7 を一番最初にやった人はクラウドめちゃくちゃクールでかっこよくてなんか頼りがいがあるみたいなイメージだけど、そういや俺たちどこ、クラウドも若い頃があったんだねっていう。確かこの時16歳ぐらいだっけな、クラウド。ニブルヘイムだ。ニブルヘイム。 FF7、 初代の FF7 を知っている人はね、因縁が深いですよね。ニブルヘイム、ニブルヘイムって聞いたらもうあの事件を思い出してしまう。セーブしとこう。俺は死んだを捨てるかもしれない。ゾンさん、久しぶりの故郷なんだろう。わー、このシーン、初代 FF7 にもありましたね。俺には故郷がないからわからないんだ。ぜひ見てほしい、初代 FF7。 両親は、母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父はハハハハ。俺は何を話してるんだ。もうね、動きとかも一緒なんですよね、初代の FF7 と。初代の FF7 はまあこんな八頭身じゃなくて三頭身か二頭身のなんか肉団子と呼ばれていたグラフィックなんですけど、お袋さんの名前がジェノバ。動きが全く一緒ですね。メールが来ている。フェニックスのマテリアを入手しよう。ニブルスヘイムの七不思議の一番目の謎を解いたフェニックスがもらえる。これはぜひもらいたい。いや、音楽もその時のまんまだからな。いつもの、いつものってな。練習？ああ、ポーズの練習。あ、ポーズの練習ね。これも原作にあったから、なんかこのね、会話のやりとりあったような気がするんだよね。うまくなったね。俺、ソルジャーなんかになりたくないんだよね。いや、なんない方がいいよ、ソルジャーは。俺、ソル。うろちょろしてると叱られるぞ。クラウドだこれ。うろちょろし。ヘルメット外せないんだよね、クラウドね。クラウドくん。お兄ちゃんたち村の調査に来たんでしょ。この村には不思議なことがいっぱいあるからね。僕らは村の七不思議。村の七不思議、これか。さっきのね、フェニックスの。興味あるなら調べて。興味ある。本当の不思議なのか、種があるのか。一つ目の不思議はね、最近村の飲み水が時々赤く染まるんだ。もしかしたら血？うわぁ、そんなことないよね。不思議の正体が分かったら僕に教えてね。オッケー、了解。とりあえず村の中を、あ、調査に来たソルジャーってあなた？あ、ティファー。この時のね、ティファーの格好、顔ガールだよね。多分この時の流行りなんだろうなって思うんですけど、ソルジャー、ティファも多分16歳とか15歳とかそんくらいかな。今回は2人だけ。うん、俺とセフィロス。そっか。この時ティファのクラウドがソルジャーになったよって聞かされてる、聞かされてたんだけど、ソルジャーなるって出てったから心配してんだよね。
変な子。給水塔をすり抜けてったティファ、さすが。あ、ここ調べられる。おー、赤い。マテリアが落ちてる。この色が染み出した。この色が染み出した。洗濯物みたいな色落ち、色落ちするんだね、マテリアも。何で染まってんだろう、マテリア。え、給水塔にマテリアが？あったよ。なんだ、そんなことだったの？がっかり。でもね、今度の不思議はきっと本物だよ。本物？思い出しただけでもブルブルしちゃうよ。その前にね、宿屋の2階の少女の絵を見たことある。まだだな。とりあえず絵を見てきてよ。宿屋の2階、ベッドとは反対側の壁にかかってるよ。宿屋か。神羅平さん、宿屋行くと話が進んでしまうから、先に村の探索をしておこう。魔航路への出発は明朝。今日は早めに眠っておけ。了解。見張りは一人でいいから、お前たちも休んでおけ。これ言ってたな、原作でも。そうだったな。家族や知り合いと会ってきても構わないぞ。クラウドね。この時のセフィロス、まだ人間味があって優しい普通の先輩だったよね。なんでメット取らないんだ？関係ないだろ。取れないんだよね、クラウド君。恥ずかしくて。俺はソルジャーになるぜって村出てて、まだ一般兵だから。そうだったな、英雄になるチャンス逃すなよ。英雄セフィロスが狂ったんで、カメラの用意して待ってたんですよ。セフィロスとモンスターのツーショットが欲しいんです。ティファパパだね。ティファパパじゃなかったっけ、これ。マイナーな人の写真は撮らない主義なんですよ。英雄セフィロスが狂ったんで、カメラの用意して待ってたんですよ。セフィロス、シャッターチャンスを。シャッターチャンス逃しちゃいますよ。俺、そ、イブルヘイム村外れ。戦闘がある。こっち外、外判定だったね、これ。だいぶミッションでレベル上げたから、敵がそんなに強くないね。あー、死んだ屋敷。シスネからメールも来てる。これがね、悲劇の舞台ですね、心霊式ね。鍵穴を覗く。これ蜂蜜感思い出すな。蜂蜜感、確か、蜜蜂の館か。鍵穴覗くみたいなのできるんだよね。自分が入れる部屋一つしかないんですけど、その他の部屋がね、確かね、鍵穴覗けて、ちょっと各部屋の性癖を見ることができるという。あ、ファーニーが飛んでる、ファーニー。これはなんか後で使うんでしょうね。宝箱。死んだ屋敷もちゃんとさ、そのマップ通りなんだよね。
鍵がかかっている。ここで怪しい実験が行われてたわけですね。ちょっとバイオハザードの世界っぽいよね、この屋敷。ここは何もない。紙切れがある。1の数、2の数、3の数、4の数。ケタケタ笑う金庫。これ金庫を開ける鍵のヒントですね。さっきのあの鍵穴から覗けるところで、ここに書いてあるやつの数を数えて開ければいいということですね。初代の FS7 には確かに金庫あったんだよね。あれどうやって開けたんだっけな。なんかこういう感じじゃなかったけど、なんかで、ね、数字合わせて鍵開けた気がする。同じところに金庫があるなんて。これをザックスが開けてまた金庫を閉まったわけですね。というわけでちょっと数えてこよう。よし、ということで数字調べてきたんでちょっと入れていきます。5534、6解除成功。おお、サボテンダー出てきた。ペット？ペット？あ、急所切りをゲットした。これで死んだ屋敷終わりか。とりあえず全部の部屋も回ったから、一回村に戻るか。からはゴゲット。山の分岐路の先、山の分岐路。普通とは違うボムがいる。こんぐらいか。宿屋行くか。全部調べ終わったからとりあえず宿屋に行こうかな。はあ、そう。お、クラウドからメール。あ、シスネか。シスネからメール来てた。帰ってきたら、ラベレス一緒に行かないみたいな、デートに。デートに誘われてる。照れくさいからメールにしとく。あ、ザックス、ザックスに対するクラウドの思い。結構慕ってる先輩って感じで、憧れの先輩か。いらっしゃいませ。特に何もない。宿屋の2階のに女の子の絵があったはず。あ、あったあったあった。なんか怖いよね、この絵。
で、なんか不気味だ。不気味だ。悲しい。これで一旦男の子に。見てきた？可愛いけど。見てきたよ。二つ目の不思議はあの女の子。時々絵から抜け出し、絵から抜け出す。二つ目のあの女の子。一旦宿屋戻るたら戻ってる。何が悲しいんだろうな。何が悲しいんだろうな。村見回してきたけどいなかったもんな。もう一回見るといない。やっぱりいない。やっぱりいない。やっぱいないわ。これ何回か繰り返したらあれイベントが進む感じかな。この子会話ループしちゃってる。いない。やっぱりいない。いる、いない、いる。交互だね。そんな、あの、ずっと後ろに微動だにしなかった。宿屋のお店の人が動いたぞ。あ。しまった。しまった。見つかってしまいましたか。見つけちゃいました。お恥ずかしい話ですが、女房に黙ってへそくりをしてましたね。へそくり。絵の裏に隠してたんですわ。へそくりは分かったけど、絵の女の子がいなくなる理由が分からないな。ああ、それ。実はこの絵は両面タイプになっていまして、両面タイプ、ね、表の絵には少女が座っている。裏の絵には座っていない。この年になると物忘れがひどくなりましてね。今へそくりが溜まっているのか使っちまったのか。思い出せなくて。表の時はギルがある。裏の時はカラッケツ。こうしておけば分かりやすいでしょ。まあ自分用のメモ代わりですわ。すみませんがお客さん。いやこれ絶対女房にバレるよね。女の子の絵がいたりいなくなったりしてあれ変だなって言って絶対調べるよね。ここ絶対バレるじゃん。もっと分かりやすいメモのへそくりメモの仕方した方がいいと思うんだけど、絶対バレるやつだこれ。あ、男の子に報告だ。へそくり、へそくりよ。まあ大人の世界は分かんないや。どっちにしても全然不思議じゃなかったってことだね。そうだね、現実的な問題だったね。でも今度のはどうかね。お兄ちゃんまだまだ続ける気ある？あるよ。まあまあ。じゃあ次の不思議だよ。3番目の不思議はちょっと危険なんだ。ちょっと危険。ニブルの山にはたくさんのモンスターがいるけど、その中でも一番危険なやつがボム。おお。でね、噂によるとね、普通とは違うボムがいるらしいんだ。ボムなのにボム顔じゃないんだって。ボムなのにボム顔じゃない。他とは顔つきが違うって不思議だろ？そこでお兄ちゃんに調査の依頼。本当に顔の違うボムがいるか証拠を持ってきてほしいんだ。なるほど。そいつだけが落とすアイテムがあるんだって。ゲットしたら僕に見せてね。わかった。これが第三の不思議。ニブルさん行くか。